ただいま。帰り。これ、豆もち。豆もち。ほら、焼きたてだから食べろし。おいしい。でしょ。ママが小さい頃ね、ここに住んでいた空のひいばあちゃんがお正月に毎年作ってくれて、楽しみだったな。そうなんだ。これ作ったの？うん、車を取りに行く途中、豊臣の道の駅で買ってきた。そっか。でも今度は作るよ。空に山梨のこともっと知ってもらいたいし。昨日はごめん。大丈夫、気にしてないから。気にしてるくせに。そんなことないから。空がいない人生なんて考えられない。空がいて邪魔じゃない？もう当たり前じゃない。でもさ、今はマッチングアプリとかもあるし、ママもいい人と出会えるかもよ。うん。マッチングか。え、本気にしちゃった？ねえ、ソラ、もう一人この家に連れてきていい？どういうこと？早速電話してくる。どういうことね、待って。どうしよう。新しいパパ。